皆さんこんばんは。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、12月の25日夜の7時に動画を回してます。今日がクリスマスだと思うんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年は本当にコロナに悩まされた1年だと思うんですけど、また別の変異株が流行りだしてきて、クリスマスも以前と比べるとすごい静かになってきたかなと感じます。で、自分も今家族とご飯を食べ終えて、で今日はシャンパンを飲んだりしたんですけど、一息ついたところで動画を回してます。で、今回もジープの話題になるんですけど、こちらですね、12月の24日クリスマスイブの日にジープからプレゼントが届きました。もうすでにちょっと開封しちゃってるんですけど、こんな形のものがですね、ジープの方から、届きました。で、12月の21日にヤマト運輸の方から、なんか12月の24日にジープの方からお荷物が届きますというメールが入っていて、最初なんかキャンペーン系のもので何か頼んだかなとか、そもそもクリスマスに何か送られてくるのかなとかいろいろ考えていたんですけど、ジープユーザーの方とインスタグラムでつながってるんですけど、でちょうどその日に別の方もメールが来たとか、実際にその運送会社の営業所に行って取りに行きましたという方がいて、ネタバレしてしまったんですけど、ちょっと中身を確認していきたいなと思います。はい、で今回ジープの方から送られてきたのがこちらになります。書いて、ある通りなんですけど、ジープオーナーズフォトブック2021ということで、これ何かっていうと、これ僕もね、届いてから気づいたんですけど、今年ジープの方でずっとフォトコンテストをやってたんですよ。コンテストといってもなんか堅苦しいものではなくて、もう本当に気軽に応募してくださいといったものなんですけど、これなんと写真を応募するとですね、全員にフォトブックがもらえるって確かに書いてあったんですよね。で、僕も写真1枚応募してレネゲードと星空が写ってるものを投稿した記憶があったので、そこでやっと結びつきました。で、実際届いてみて、これすごく感動しました。っていうのも、これ中身ちょっとだけお見せすると、こんな形で本当にオーナーさん一人一人の写真が載ってるんですよね。こんな感じで本当に1ページ全部使われているものもあれば、細かく1枚1枚載せられているものもあるんですけど、こういう形で、ページ数でいうとどれぐらいあるんだろうな、もう結構本当にこれ見ていただいて分かると思うんですけど、これ何十ページ何百ページってあります。で、各エリアに分かれていて、中部エリアとか関東エリアとか北海道東北っていう感じで、応募する時にどのエリアで撮った写真かっていうのを決めれるんですよね。で、自分はちょっと今お見せできるかわかんないんですけど、こんな感じの山中湖に行ってレネゲードと、星空、天の川が写ってる写真を投稿して、この時って僕もそのジープユーザーまだ1年目ということで、どんなこういうフォトブックが送られてくるかもわからなかったし、なんか適当ではないんですけど、クオリティの高い写真を今年は上げることができなかったので、ちょっとショックではあるんですけど、で本当にこの投稿したユーザーさんに一人この一つフォトブックを送ってくださるっていうのは、お金もかかると思いますし、すごいことだと思ってます。で、結構これ質も良くて、なんか来た時に本当感動してしまいましたね。で、僕もインスタグラムでジープのユーザーさんとかレネゲードのユーザーさんと仲良くさせていただいてるんですけども、中には知らない方とかもいらっしゃったようなので、そういう方は来年ぜひチャレンジしていただきたいなと思ってます。来年もあるかわからないんですけど、多分あると思うので、ぜひ参加してみてください。で、またこれからね、ジープの車乗るっていう方もいると思うので、こういうイベントというかフォトコンテストみたいなものもあるので、楽しみにしていただければなと思います。で、もう一つ写真と一緒に入っていたのがこちらのポストカードって言えばいいのかな、メッセージカードみたいなものが入っていて、
これもねイラストがすごい可愛いんですよ。なんかセブンスロットグリルのこう福袋みたいなものと、あとジープのマグカップで、これラングラーの運転席にサンタさんがいて、これ横トナカイですかね。これイラストが本当に可愛いでクリスマスツリーなんかもあったりして、こういう感じで、あの前以前の動画でそのジープのディーラーに行くといろいろプレゼントをもらえるっていうお話をしたと思うんですけど、今回もこれ無料で応募者全員にこういったあのフォトブックが送られてくるっていうことで、常にこう自分たちみたいなジープユーザーをまあ喜ばせてくれるっていうことがあるので、まあ、本当に乗っていてよかったなと思ってます。あ、でこのイラストが以前もらったこのカレンダーと同じイラストになってました。このカラフルでこれもとても可愛いなと思います。はい、で今日の動画はもうこれで以上になってしまうんですけど、まあ、ジープの方からクリスマスプレゼントが届いて、最初はね何かなと思ったんですけど、あの応募した写真が載っている、フォトブックでした。で今後もあのジープについての情報を発信していきたいっていうのと、購入を検討されている方もいらっしゃると思うので、あの何かわからないことがあればあのコメント欄の方にお寄せください。でそれでは本日の動画これで終わりにします。ありがとうございました。